エオリア諸島とブルカーノ島の1グランクラテーレの加工。斜面に洋が堆積している。後方は、リーパリ島。ブルカーノ島は、エオリア諸島に属する面積、約21平方キロメートルの火山島で、行政上は、イタリア・シチリア州メッシーナ県に所属する。日本語文献では、ブルカノ島と表記されることもある。シチリア島の20キロメートル北のティレニア海の、 パッティワンに位置する。ボッケディブルカーノは、幅750メートルほどの海峡で対岸に、リーパリ島がある。島は、それと同名のブルカーノ火山の存在によって、形作られている。火山活動は、アフリカプレートが北へ移動し、ユーラシアプレートとの衝突によって、より生じ、三つの活動中心が知られている。最も大きく活発な、ブルカーノデラ・ホッサ、 または、グランプラテーレ、または、コーノデブルカーノと呼ばれる、高さ391メートルの赤い石でできた火山。その他は、ブルカネット、モンテ、アーリア、モンテサラチェノである。過去およそ6000年の間に少なくとも9回の大きな噴火を繰り返している。最新の噴火は1888年8月3日に発生し、1890年まで続いた。 現在でも山上での水蒸気や海底での硫黄質泥の噴出などがある。ブルカーノでの泥浴噴加工で用を採取する企業がある。島の森林部分では、エニシダとユーカリが茂り、ブドウが栽培されている。放牧も行われている。飲料水の泉にかき、島の西側にある井戸から調達される。島にとって観光は大変重要である。島には、 泥火山を引いた入浴施設があり、溶岩分を含むために肌に良いとされ、美容目的の観光も行われている。ブルカーノ島は海上交通でリーパリ島と結ばれ、ブルカーノ島のレバンテ港からボッケディブルカーノを渡って、リーパリ島までは約15分かかる。そして1時間半ほどでメッシーナ県のミラッツォに到達する。ギリシア島ではこの島には、 キュクロープスたちが手伝う、ヒトタンヤの神ヘイパイストスのタンヤ工房があると、されていた。しかし、ローマ神の名前である、ブルカーノが島には与えられた。そして、ここから、ブルカーノや、ベルコネシモという単語が作られた。また、ゴムに強度を増すために硫黄を加えて加熱する、工程である下流も、この島から名前を取って、ベルコナゼーションと名前を付けられた。ありがとうございます。